皆さんこんにちは。痛みだより7月29日号です。まず痛み花火大会のお知らせです。痛み花火大会は痛みの夏の風物詩として市民の皆様に愛されて44回目を今年で迎えます。また今年も YouTube でライブ配信、おうちで痛み花火大会を配信することになっています。ぜひ皆さんお好きな場所で痛み花火大会をお楽しみください。日時のご案内です。8月24日の土曜日午後7時30分からです。荒れた天気の場合は中止となります。順延はありません。場所ですが稲川上津大橋南側の河川敷となります。詳しいお問い合わせ先です。伊丹市空港にぎわい課、電話番号は 072-784-8068 784-8068 となっています。それでは今週の痛みだより姿勢情報から始めてまいりましょう。姿勢情報です。担当は藤井加奈子さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今年4月から始まった伊丹市立中学校の給食費無償化の話題です。伊丹市立の全中学校で学校給食が始まったのは2017年6月、以来月曜日から金曜日まで週に5回、育ち盛りの子どもたちの栄養バランスや衛生面に配慮して調理された安全で安心できる給食が出されてきました。それから7年、伊丹市では周辺自治体に先駆けて今年4月から中学校給食の給食費無償化が実現しました。伊丹市の中学校給食は無償化になっただけでなく、栄養面、食育の観点からも様々な取り組みが行われています。今回は伊丹市立中学校の給食の魅力をご紹介します。伊丹市立中学校給食センターの武田さんにお話を伺いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。中学生というと育ち盛りで食べる量や栄養バランスなど気になりますが、献立はどのように考えていらっしゃるんですか？はい、中学生に必要なエネルギーや栄養価について十分に考慮した栄養バランスが取れた献立になっています。また献立は毎日変わりますが、月曜から木曜日がご飯、金曜日はパンとご飯が中心となっています。日本の食文化に触れてもらおうと和食も積極的に取り入れています。例えばどんな献立があるのか少しご紹介をしていただけますか？はい、行事献立といって季節やその時期の行事に合わせた献立を作っています。例えば5月には子どもの健やかな成長を願い、柏餅などを取り入れた子どもの日献立を提供しました。11月の伊丹市の市政記念日には伊丹の酒造メーカーの酒粕を使った酒まんじゅうや伊丹市で収穫された農作物を使った献立を出すなど、伊丹市の取り組みを感じてもらおうという給食も提供しています。献立作りには食材選びも大切ですね。毎日の献立で使う食材にもこだわっていらっしゃるんですか？はい、食材は地産地消を進めたいという思いから兵庫県産のものを積極的に取り入れています。特に伊丹市産のもの、玉ねぎ、トマト、ナス、さつまいも、小松菜などを献立に取り入れています。またお米は 100% 兵庫県産です。市政記念日には伊丹市産のお米を使用させていただいています。こういったことで子どもたちに地域に対する関心や理解も深めてもらいたいと思っています。そして今年度から新たな取り組みとして、農薬や化学肥料を使用しない有機栽培の農作物の使用を始めました。有機野菜を使った食材を使うと食の安心安全にもつながりますね。それでは実際に有機野菜を使った給食がどのように出されているのか、こちらをご覧ください。7月11日、中学校給食センターに運び込まれたのは
有機栽培で育てられた兵庫県産のピーマンと玉ねぎです。有機野菜とは農林水産省が定めた有機ジャス規格を満たしており、農薬や化学肥料を使用せずに生産された野菜のことを言います。この日は有機野菜のピーマンと玉ねぎに加え、但馬牛を使用し、全て兵庫県産の食材でできた一品、有機野菜と但馬牛の炒め物が作られました。調理が終わると給食センターからそれぞれの中学校に給食が運ばれました。中学校では4時間目の授業が終わって給食の時間になりました。毎日いろんな料理が提供される中学校給食は生徒たちの楽しみの一つになっています。いただきます。いただきます。生徒たちは給食センターで調理されたピーマン、玉ねぎ、但馬牛をじっくりと味わいました。この日、伊丹市立西中学校には献立で使われた食材の一つ、ピーマンを生産した農家さんが訪れました。伊丹市出身で現在兵庫県養父市で農業を営む田村和樹さんです。生徒たちに食に関する知識を深めてもらおうと、生産する野菜などについての話がありました。すべて、有機栽培という栽培方法で栽培しております。僕らは、ピーマン、それからナス、ズッキーニ、水菜、小松菜、万願寺唐辛子、キュウリ、こういったものを年間通して栽培しております。なかなか作るのにとても苦労するんですけども、土作りとか、そういうことをしっかりしてやることで虫の被害もかなり少なく抑えて作れるようになってきてます。伊丹に比べたらすごく田舎なところなんですけれども、なんせ水がすごくきれいなところなんで、僕らはきれいな水を最大限に生かして農業をしている。だからこの水は汚さないような農業をしたいという思いで、この有機農業をやってます。最後に生徒たちに給食について話を伺いました。ピーマンがシャキシャキしてて食感がすごくて美味しかったです。ピーマンの美味しさが但馬牛とよく合っていて美味しかったです。大変なことがいっぱいあるのに、誇りを持って作ってくださってるから、その毎日美味しい給食が食べれてるんだなと思いました。給食を丁寧に作っていることや栄養素や食文化などを学べて、その給食を通して、食のことを学べるのはとてもありがたいです。1月11日の中学校給食の様子をご覧いただきました。ここからは中学校給食、そして中学校給食無償化について伊丹市の教育長にお話を伺いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。伊丹市立中学校に給食が導入されて7年ほど経ちますが、毎日の給食を通して生徒たちにはどんなことを感じてもらいたいですか？はい、中学校給食が始まった7年前、私は伊丹市立笹原中学校におりました。で、当初は中学校の先生方は給食の経験がないので大丈夫かなと心配しておりました。でも実際に始まってみると、生徒たちはおいしいと言ってしっかり食べてくれました。
そして先生方も朝から今日のメニューは何かなと楽しみにしていて、本当にスタートからうまくいったなと思っております。まあ、コロナで黙食の時期はありましたが、子どもたちが一緒にしゃべりながら給食をとるということは、食育の面でもそして子どもたちの心を育む面でもとっても有効だなと思っております。今年4月にいよいよ中学校給食の無償化が始まりましたが、どういった背景で無償化の取り組みが行われることになったんでしょうか。はい、もう昨今の食材費の値上げということで、子どもたちの栄養の維持のためには給食費の値上げっていうのは仕方がない状態になっておりました。でコロナの間は国からのコロナの給付金を活用しまして、食材費の高騰分については補填をさせていただいておりました。ただ保護者の方からも給食の無償化を望む声、そして議会の皆様からも給食の無償化に対する要望書、あるいは有機野菜や有機米の試験的導入に関する意見書等が出されまして、そういった市民の皆様のお声を聞く中で中学校給食の無償化という形に踏み切りました。で中学校というのはちょうど受験を前にして、まあ、塾代とか部活の費用がかさむということで、とりあえず中学校の方を先行してさせていただきました。小学校の方は食材費の値上げ分の補填という形で進めさせていただいております。無償化だけでなく有機野菜を取り入れるなど、中学校給食の質が上がっているように思います。給食に対してどのような思いがおありですか。子どもたちに喜んでもらえる給食を提供するためには、無償化や有機野菜の導入も含めて市民の皆様に本当にたくさんのお力をいただいていると感謝しております。これからも季節感を取り入れた行事食、あるいは世界各国のメニューを取り入れるなどして、子どもたちが喜んでもらえる給食を続けていくために、保護者や子どもたちの意見も聞きながら取り組んでいきたいなと思っているところです。中学生たちも美味しく安心安全な給食を食べて、勉強に部活などいろんなことにチャレンジする原動力にしてもらいたいですね。大田教育長ありがとうございました。ありがとうございました。今回の話題は伊丹市立中学校の給食の話題でした。伊丹市では今年4月から伊丹市立中学校の給食費無償化が始まっています。中学生により良い学校生活を送ってもらおうと、給食センターで働く職員も様々な工夫を重ねています。中学生の皆さん、2学期が始まると秋の献立が始まります。食欲の秋、どんな献立が出てくるのか楽しみですね。市政情報担当は藤井さんでした。ありがとうございました。